新型コロナの影響で売上が減った個人事業者を装い現金合わせて300万円を騙し取った疑いで東京都の会社役員の男が再逮捕されました詐欺の疑いで再逮捕されたのは東京都の会社役員山崎博之容疑者です警察によりますと山崎容疑者は一昨年、愛良氏や宗氏の男性三人とそれぞれ共謀の上 新型コロナの影響で売り上げが減った個人事業者を装って国の持続化給付金を申請し、合わせて現金300万円を騙し取った疑いが持たれています。山崎容疑者は逮捕容疑について黙秘しているということです。山崎容疑者は同様の容疑で、これまでに4回逮捕起訴されていて、一昨日の初公判では起訴内容について間違いですと否認しています。 警察は山崎容疑者が同様の詐欺事件でおよそ40件の不正を主導したとみて捜査しています。